안녕하세요今回は韓国模様の紙袋を作りたいと思います。最初に横が30センチ、縦が30センチの正方形のものを使います。柄を出すのではなくて、後ろの方の単色を出したいと思います。今のこの部分ですね。まずは半分折ります。紙が硬いので折るときに大変かもしれません。でここがちょっと一番重要かもしれませんが、チョゴリのこの上部分ですね、トンジョンというんですけれども、この部分を出したいと思います。ここは全部じゃなくて、半分折るのではなくて、トンジョンの部分、5ミリですね、弱5ミリです。ぴったり測らなくても結構です。大体の5ミリっていうところで折ります。5ミリですね。ここを5ミリぐらい残して折ります。そこから、今折ったところまで折りますね。こんな状態です。ここです。ひっくり返して半分から、この真ん中の半分の折り線があるんですけれども、そこの半分から上の方は約2センチで、下の方は約6センチぐらいのところにちょっと印をつけてください。私も大体でちょっと印をつけましたの で印をつけた後に折ります。1回折ります。ここも同じところに印をつけました。でここも折った後に、ここもですよね、こんな感じで折りましょう。でこういう状態になります。広げます。ここも広げましょう。そしたらこことここの線、またこことここの線ありますよね。そこに切り込みを入れます。こっちも切り込みを入れます。切り込みを入れましたら広げます。わかりますね。ここ切り込みをどこまで入れたのかわかりますね。中心から2センチ、中心から6センチぐらいになります。はい。でチョコリの部分を折り目をつけているので、こんな状態ですね。でここもこんな感じになります。そうすると、チマチョゴリの方向を気をつけなくちゃいけないんですけれども、右側が中に入って左側の方が出ますので、多分説明的には 反対かもしれないんですが、この状況からこっちの線ですね、こっちの線が出ますね。中心線に合わせて1回折ります。中心線に合わせて折ります。中心線に合わせてこんな順で折ります。
で中の方に今折ったところを中の方に折り込みますね。こんな感じですね。こう戻します。戻してこんな感じです。はい、繰り返します。で後ろの方なんですけど、このペラペラのところを上に上げます。折り上げますので、ちょっと厚い紙なので折りにくいかもしれません。上げましたね。出してこの一番の中心線に合わせて両側の方を、こっちとこっちの方をですね、折り目をつけます。まあ、こんな感じです。ここもこれからちょっと糊をつけて一部を完成させたいと思います。糊つけます。このペラペラのところに全部糊つけます。ペラペラのところも少しだけ塗りつけます。ここも同じです。はい、こっちの上の完成でございます。そごりの上部分と全く同じ30センチ、横30センチ、縦30センチのものを2枚使います。今回の方はこの模様ですね、テント模様を出したいと思います。まず半分折ります。半の折りしておきます。ここをですね、1センチぐらいを折り上げたいと思うんですけれども、ここの中のですね、この辺です。この辺を作るために1センチぐらい上げます。まあ、大体の1センチでいいです。大体の1センチで、定規で測ってやっても結構ですし、適当に大体1センチぐらいだなと思ってくだされば、折ってくださればいいと思います。ちょっと曲がっちゃいましたね。1枚目、同じもの2枚使いますね。半分折ります。広げます。もう一回折ります。もう一回半分折ります。この真ん中の線に合わせて半の折りいたします。こっちも半の折りいたします。
각각 1cm 그라요 고리하게 마우스 だいたいこれと全く同じぐらい彫ったと思ってくださればと思います。約1センチじゃなくてもこれ合わせてこんな感じで折っても全然 OK なので、はい、だいたい同じぐらいの太さで折り上げてください。こんな感じですね。これからはですねちょっと広めで糊をつけたいと思います。2枚同時にいきますね。辺をちょっと広く4分の1縦4分の1ですね。糊をまんべんなくこれはつけてください。紙袋がまんべんなく糊をつけてください。こっちをつけますね。下の方から、合わせて貼ります。線が見えますよ。線の通りに貼っちゃえばいいので、そんなに大変じゃないかもしれないんですが、ちゃんとやってください。こんな感じです。ここも糊をつけたいと思います。折ったところですね。こんな感じになりますので、折ったところののも、糊をつけていきますね。で、ここまで置いておいてですね、先ほどここを貼り付けました。こっちの方も貼り付けなくちゃいけないので、とりあえずちょっと糊付けやってるんだけど、やったんだけど少し剥がしてこんな状態に一回やってください。わかりますかね。ちょっと折り目があまり見えないかもしれないんですが、多分家の方で、やってると折り目の方は仮面所で出てない折り目はちゃんと見えると思います。見えなかったらもう一回ちょっと折り目をつけましょう。そこにここに糊をつけます。細長くですね。もう一回糊つけるところをやります。ここの糊をつけてやっておきますね。その後に一番端っこのここに糊をつけます。で、1、2、3番目のところを、こんな感じでやります。そしてこういうふうにやっておいて立てて、こんな感じで中の方に折り込んでいきましょう。そうするとこういうこんなになっております。針目があったところを横にしたいと思いますので、こことこのあたりもう少し線をしっかりとつけますね、はい、こんな状態でした。袋の基本が作られました。こんな感じです。そしたら横の方、横ですね、この横の方を折り目を折り目をつけたいと思います。ちょっと指でこういうふうに握ってください。上取って指を乗ってしっかりと取って、ここの線に合わせます。もちろんこの線もここの線に合わせております。熱いのでが熱いし、糊をつけてるので、折りづらいかもしれないんですけれども、こういうとこんな感じになりました。わかりますかね。
はい、反対の方も全く同じくやりたいと思います。ここを掴んで真ん中に手を下ろすんですけれども、合わせます、合わせます。はい、ここも大丈夫ですか。こういう感じになりました。じゃあこれが上で、こっちの折ってないところが下です。じゃあ今からはですね、この下のここを作りますね。この横の幅が 7.5 センチです。30センチの4分の1なので、7.5 センチを使っております。7.5 センチよりちょっと広く折っていきたいなと思うんですけれども、7.5 センチより若干広くやってあげてください。8センチぐらい折ります。はい。そしてここの線を合わせて上に上げますね。はい、上げます。かなり折りづらくなっております。ここからは見えないところ を感じながら、見えないところを感じながら折りたいと思うんですけれども、今ここを折りました。ここの線ありますよね。で、中に重なってるところありますよね。重なってるところまで折り目をつけたいと思うんです。斜めに、この斜めで折り目をつけたいと思うので、こちらの線とここの先ほど折ったところに合わせて折るんですが、全部じゃなくて先ほど折ったこう重なってるところ、ちょっと指の感覚でこの辺りです。この辺り、まあ半分ぐらいですね。はい、この辺りです。この辺りまで折ってくださいね。広げます。ここも全く同じです。ここの線をこの折った線に合わせております。全部折ってもいいんですけれども、形的にそこが綺麗じゃなくなるので、はい、こういう感じになります。こことここの折り目をつけました。そしたらちょっとここは指の感覚を感じながら潰していくんですけれども、指を入れます。ここのところに指も入れます。で、ちょっと広げながら指を入れたい、ちょっと広げながら、ちょっと回しますね。広げながらこちらの方をちょっと立てて、ここに多分折り目があるんですね。ここ折り目分かりますか。ここの折り目を、この中心に合わせるんですね。中心に合わせながら両側に、両側分かります、こんな感じです。両側に指を入れてこういう形を作り上げます。中心に合わせて、ここも全く同じです。次、指を入れてちょっと広げながら、広げながら潰しますね。潰しますね。ちょっと広くなりました。はい、こういう感じで、先ほども全く同じくこの端っこ、この真ん中に折り線のところを、中心に合わせております。こういう状態です。分かりますかね。はい、こういう状態です。
とはこんな感じで編みます。ここもずれてるんですけど、ちょっと直しながら、この状態を作ります。はい、こんな感じです。こういう感じです。で、ここは糊をつけたいと思います。広げて、ここの線と、ここの線、また。ここの線とここの線、少しここの線ですね、重なるところ、こことこの4箇所とこのここです。で、こういう感じでここも閉じます。はい、最初に作ったそぼりの上の部分をですね、つけたいと思います。こんな感じです。ここに糊をつけてやりますので、全部この絵全部ですね、全部糊をつけます。結構量が多いですよね。貼る量が広いですね、面積が。大丈夫ですかね。ここ真ん中、分かりますよね。真ん中に合わせて貼ります。で、両側のところ、そうですね、まあ折り線があるので、そのまんま折り線のまんま貼っちゃえば大丈夫ですよね。こういう風になりました。本体の完成です。で、この下の方はまだね、まだ全部ついてないので、指を入れて、こういう状態ですね。こういう、まあ、本体ができました。その次にやるのは、次はですね、どこの方かといったら、この絵ですね、この絵、この絵、コルンというところですね。コルン、リボンですかね、韓国のリボン、これも作りたいと思います。これも完全に半分折って、半分折って、もう一回半分折るだけです。これをまっすぐの半分ではなくて、ちょっとずらして折ってくださいね。まあ、ずらすのは、そうですね、2センチぐらいですかね。2センチぐらいずらして折りますね。その後にこんな感じでここを折ります。これも、2センチぐらいからこう折っていただくっていう感じです。これはちょっと厚紙なので、糊だとくっつきにくいかもしれないです。今回のはグルガンを使いたいと思います。グルガンを使って、この折ったところですね、折ったところをちょっとグルガンがたくさんじゃなくて少しだけでいいです。
今作ったものをですね、作ったものにつけたいと思います。ここにまたつけます。ここの線ですね、ちょっと中心からずらして左上にずらしてやります。ちょっと大きくなって、ここもちょっと3つけました。そしたらビーズもつけます。グローバーもつけます。で、コロンのところにつけますね。こんな感じです。はい、コロンのところにつけました。ちょっと下の方にやってもいいと思います。次にこのリボンをつけたいと思います。ちょっと見えにくいかもしれないですけれども、まあ、こんな感じでつけますね。こんな感じなので、ここからここちょっと入ったところのその下のところですね、下のところにつけたいと思いますので、こんな感じでつけます。まあ、今回のちょっとグローバーも使います。わかりますかね。ぴったりじゃなくてもいいのでこんな感じです。ちょっと見てくださいますか。ここにグローバーも使います。ありました。ここも合わせてグローバーをつけて、こっちの感じの方にこういう感じで貼り付けました。で、こっちも同じく作ります。真下のところにこういう感じで作りました。完成です。皆さんいかがでしたか。綺麗に作れました。また会いましょう。